エミリアーノ・ラミロ・パパは、アルゼンチン・サンタフェ州出身の同国代表サッカー、選手、アルセナル FC 所属。ポジションはディフェンダー。2002年に、CA ロサリオセントラルでデビューし、100試合以上に出場した。アペルトゥーラ2006とクラウスーラ2007の期間は、CA ベレス・サルスフィエリドにレンタル移籍した。クラウスーラ2007では、 CA リーベルプレート戦で得点した。2007年のコパリベルタドーレスでは、グループリーグを1位で通過したが、決勝トーナメント1回戦で、ボカジュニアーズに敗れた。ロサリオセントラルに復帰してからアペルトゥーラ2007とクラウスーラ2008で、計31試合に出場して7アシストした。2008年6月、ベレスサルスフィエリドに完全移籍した。 クラウスウラ2009では19試合すべてにフル出場して7アシストし4年ぶりのリーグ優勝に貢献した。リーグ戦での得点はロサリオセントラルとベレスサルスフィエルドでそれぞれ1点のみであるが決して得点意識が低いわけではなく2試合に1本程度はシュートを放っている。2016年2月5日 CA ティグレと1年半の契約を結んだことが発表された。 2017から18シーズンによりアルセナル FC へ2年契約で加入した。ディエゴ・マラドーナ監督の初再配となる2008年11月19日のスコットランド戦で初めてアルゼンチン代表に招集された。同試合で左サイドバックとして先発出場し1から0で勝利した。2009年4月1日ワールドカップ予選のボリビア戦にも出場したが、 一から六で歴史的な大敗を喫した。ありがとうございます。